尾端取吉尾端取吉四4月12日から1947年8月9日は日本の外交官。石川県出身、1897年に東京帝国大学法科大学法律学科卒業。警視総監官房に半年間勤務後、外交官を及び領事官試験に合格して外務省に入り、1898年10月に 天津在勤の領事官法へ任じられる。その後、シンガポール、オーストリア・ハンガリー帝国、イギリスでの勤務を経験した。1905年に中国へ転勤、芝生領事、天津総領事などを務める。1916年に日本へ戻って外務省政務局長などを務めるが、1918年10月から1923年まで特命全権行使として、 再び中国へ派遣される。中国在任期間中、三島懸案解決に関する条約に基づく共同委員会や日市通信問題交渉などに関わった。1925年に特命全権大使に任じられ、1930年10月までトルコへ駐在。この間の1929年10月に中国駐在大使へ指名されるが、 中国側にアグレマンを拒否された。1929年11月に中国駐在公使サブリ・サダオが休止した際、シデハラ・キジューロにより公認に指名されるが、中国外交部長、王政帝によって拒否され、中国公使の公認には、茂光ミが就任している。1930年10月にドイツ駐在大使となり、同年11月には、 特命全権公使を兼任して、ラトビア駐在も兼ねる。1933年に退任、同年5月に遺願退官した。1934年7月から1940年4月までは、貴族院議員、その後は、数密顧問官となり、制度が廃止される1947年5月まで、勤めた。同年8月9日に死去。ありがとうございます。